めっちゃ音量上がっちゃった。最悪。音量下げよう。そう、明日の昼夜久しぶりだよ。え、やばいよな。昼夜久しぶりやんな。エンヌの昼夜久々ですね。うん。世代交代毎週やから。毎週日曜日？毎週日曜は世代交代です。サザエさん。サザエさん。毎週日曜6時から。サザエさん。ミツーも一時期帰った。え、な、キュービー。ナンバーエガオさんです、うん。寒いですね。これ楽しそう。これ誰の息ですか？いやいや、待って、いやいや、いやいや、いやいや、ポニーテールです。今日は柳さん、桜島大丈夫です大丈夫ありがとうございます。今日の、ね、晩ご飯にめっちゃお肉食べたいなと思って親に連絡しました。みんなさんとパクパンさんがいます。牛肉食べたいって連絡しました。みんなこんにちは。肉だけやったら寒いかも。ん？聞こえてない。シュークリームさ、聞こえてない。え、だってまだ1時間で 6時おるって。わかりました。今日はご飯何でしたか？桜、ありがとうございます。お寿司です。みんなはサクパンのね、食べれないお寿司を食べた。みんなが食べられへんやつをサクパンにあげました。私も雪乃さんと交換しました。南原楽しいってめっちゃ聞くから今日本当に楽しみにしてます。初南原ですかね。楽しいですよ、南原行っていい公園。ミッキーの頭かじらないの？え、そっち、みんなにも来てた、さっきやめてや。え、アミタン吸ってるの？はい。どういうこと？やばくない？アミ吸い。どういうこと？なるほどね。なるほど。あ、なんか頭とか一緒なのか思ってた。あ、なるほどね。あ、吸ってこっちの吸うの？ストローの吸うじゃなくてな。オッケー。やばいやろ。なるほどな。でも頭かじってんねんって、アミタンの。そんな感じな。なんで受け入れれば。アミタン、かわいすぎ。タオさん、桜ありがとうございます。みんな見に行く。で、アミタンクラブだよってコメントしてればいいから。あるやんな、コメント。そうそう。アキテル先生さん、綺麗。ありがとうございます。アミタンね。まだ人見知りされんねやんか。うん、やっぱりショールーム見て癒されに行く。素を出してるやん、トイレの前から。確かに。かわいい。アミタン、早くさらけ出したらいいのに。うん、もっと甘えてほしいですよね、うん。めっちゃ人見知りされるよ。アミちゃんも普通の顔して感じられてるらしいの。あの子ほんまに人見知りです。ね、アミココは。かわいい。ね、LINE でな、白のハテナ使ってくる。かわいい。え、これは単にそんなん使わん。どうなんの？棒とか。あ、そうなの。あ、でもなんかさっき可愛いライン来てましたよ。え、何？ちょっと待ってくださいね。お話し会とかでお揃い着れたらいいね。え、可愛い。可愛い。無理、どうしよう。無理やって。高野さん、ありがとうございます。着たいですね。うん、確かにね。お話し会とかで。皆さんがですか？うん。アミタンとお揃い着たい。サクパンさんもですか？うん、もちろん。パン出て、パンだ。いいや。え、ストローいいじゃないですか。え、でもじゃあリサッヒーかけるアミヤヤプラスサクちゃんでなんかやろうかな。え、サクちゃんでサクラさんですか？違う。黒サク。うん。じゃあコヨッヒーでしようかな。コヨッヒー。やば。わ、チカシグさんが免疫系を。チカシグさんが免疫系を見せてきました。コヨッヒーって何ですか？コヨリのメヒラさん。自分で言い出したやん。小よりとね、うん、サクパンさんは何でしょう。小よサク？違うよ。小よマチオカでした。あ、なんか見た。ね。じゃねえな、小よ。気に入ってないけど。どない？気に入ってない。気に入ってる。絶対嘘や。大お気に入りです。萩野由紀さん、お花ありがとうございます。なんかサクパンさん、うん、なんか。え、松ってどこで出てきたの？小松。小松ですか。なんか親が時代劇みたいなの見てた。そこで生まれた息子みたいな子が何とか松やったんですよ。だからもうこれは小松って言われて、でもそのテレビのその時代劇の中でその男の子が亡くなっちゃったらしくて、でなんか不謹慎やからもう言わんくなったんですけど、私は今言ってるっていう小松。小松。何や小松ってほんまに。主人さん、ハートありがとうございます。小松って呼んでます？え、たまに小よりんがスタンダードけど小よまちって呼ぶ。小よりんですよね、サクパンさんは。うん、え、小よたん後輩できたらなんて言ったらいいんやろ。
ニックネームなんですかね。うん、でもさ後輩的にはさ多分さ名前で呼ばれた方が嬉しいよな。うん、みんなはそう、みんな。なわってさんハートありがとうございます。私も割とどうなの、でも呼び捨てマイさんとかは私よこり呼び捨てしてほしい、呼び捨てファンタジー。でもなんかちゃん付けっていいじゃないですか、やっぱこよりちゃんってちゃん付けキュンとしますね。確かに女性でもなんでも確かにこよさまとかこよさまがいいね。ジャガーさん桜ありがとうございます。こよさん言ってないですからね、先輩ぶりたいとか。みひなさん嘘つかないでください。みひちゃんルーム、みひちゃんルームぜひ入会お待ちしてます。さくぱんさんはなんていうルームするの。さくぱんルーム全員安直もうちょっとひねればよかった。なやよい、やよとひよこルーム、あれ3秒で考えたらしい。やよこひよこルーム可愛い、みんなルームだ、みんなルーム。え、なんかそう私心の拠り所。あ、いいやん、ね、いいやんな、カタカナでやよこひよこ大好き、わかる、おもろい。コタもやよこひよこさん好き、やよこひよこさん。アミタンランド入隊したいの、マジで。え、わかる、アミタンランドとアミタンランドとアミとアミーゴに入会したいの。アミとアミーゴ、うん、アミさんのやつ面白いんですか。え、絶対おもろいやろ、アミ。アミタンランドにほんまに入隊したい、絶対かわいい。心の拠り所もおすすめですよ。なんせ毎日配信、毎日更新してるんで。それはそうよ。あ、そりゃそうなんか。みひちゃんルームもほぼ。みひちゃんルームもですか。ほぼ毎日、ほぼね。やっとちっひーさんに作パン覚えられた。昨日作パンって言われてた、ね。作パンルームはたまに2日に1回乗っちゃう。わかる。ほんまに寝てないねんな。うん。なんかさ、こんな重要なことやと思わへんくてさ、わり適当にさ、みひちゃんルームとかつけちゃってさ、こんな、ね、こんななんかさ、あのずっと続くって思わんかったから、みひちゃんルームお話し会の会場で2秒でつけた。あ、お話し会楽しみですね。ね、どんな服着ますか。きくやんさん、桜ありがとうございます。何が見たいですか、皆さん。何の服が見たいですか。え、みひなさんの、うん、何やろなんかさ、おもろいやつあったよな、鳥みたいな、ちゃうっけ。なんかオンラインお話したいで、あ、たい焼き。あ、そう、たい焼きめっちゃ可愛い、めっちゃおもろないたい焼き。あれめっちゃ恥ずかしい。みひなさん、ゆうみさんと全然話したことないときに何それって言われたもん。恥ずかしかった。たい焼き太郎いいな、小松のたい焼きしようかな。え、貸すで、貸しますよ、みんな。たい焼き、ほんまですか。たい焼きの T シャツもあるから、ちなみに。じゃあ、貸し借りしましょう。貸し借りしよう。私も全然チアガールとか、メイドチアイナとか。ひよこさん、ありがとうございます。桜、みんなもチアやってた。え、ほんまですか。チアやってたじゃないわ、あのコスプレ。あ、やってたんや、ホイリー。はい、ね、初めてした。まあ全然なんですけど。何、どっち。ダンス、チアダンスやってました。なるほど。ガチの危ない方だ。危ない方。え、乗ってました。乗ってた。で、ジャンプしてた人ですか。うん、空飛ぶ人。どんな感じなんですか。楽しい、めっちゃ。飛ぶやんか、降りるときに指取りしなあかんくて、なんて、ジャンジャンジャン、それがもう楽しい。楽しいや、下の人怖そう。ちゃんと信用して、下の人を信用して降りるしかない、うん、変に体曲げたら危ないですよね。松作飛ばしやすそうやって。やったね、やったね。エビゾリ、エビカニミックス。おい飛ぶときは割と前傾やね。その後にすることによって滞空時間が見ない。何やってんの二人。滞空時間が全然増える。はーい、ってことですか。そう。みんな何が見たい。みんな何でしょ。エビカニミックスみたいです、みんなさん。何それ、何なんそれ。エビ知らん。
何それ、エビカニミックスで踊っちゃおう、エビバーディ、エビやばい、知らへん、エビうなの知らへん、知らへん、やばい、めっちゃ見てんのに、TikTok めっちゃ TikTok じゃないです、なんかもう、うん、なんか保育園の、うん、やばい、ジェネレーションギャップや、もうおばさんやもん、私今年の6月が21なんで、やばない、やばアンジュさんの1つ言ったのやばくない、21、うん、アンジさんの1つ言うのやばない、え、サクパンのさ、うん、初めて会った時高3やったからさ、うん、21? 早いよね、やばい、やばあの、ね、何歳で入りました、18、高3の終わりがけになりました、うん、そうやばいな、私今18、今年の5月に19になります、だから2歳差なんですね、うん、だから私とサクパンさんの間にこの弥生さんがいるってことですか、あ、うん、そうやな、弥生と一つさ、いや、アーノンさんより年上のやばい、確かに、やばない、確かに奇跡の時とかな、ほんま、もうアーノンさん頼りになりすぎて、いや、ほんまにそう思ったら時空って歪みますね、絶対、うん、絶対年齢弱くする弱んでいい時だってさ、動画やからさ、うん、22を見えへんやん、絶対、うん、見えへんな、え、でもなんかもともと8期さんやからなんかもう上やとして見てるからなんか年齢とかじゃないんですよね、うん、え、でもなんかさ、コンビニとかで中学生と思ってタワイ語で話されるんやろ、うん、店員さんですか、うん、でし、なんかたまにさ、ご飯屋さん行ったらさ、帰りにアメちゃん渡されるんだけど、どうしよう、最近なくなったけどめっちゃやばくない、え、ラッキーやん、やばすぎる、でもそのご飯行くときに瓶で行くこと多いから、うん、家の近所やったらやったらやばくない、アメもらうねんけど、なんか年齢言わん、言わんわ、私逆に老けて見られます、老けて、大人っぽいもんね、制服が似合わんから、え、そうカナピーマン、え、でも人による喋ったら小学生みたいな、終わり、小学生やろ、いや、アミタンは小3に見える、アミタンは小3、小3やんな、小3です、あれは、え、次中2やんな、次中2やばー、小4ぐらいやで、でもめっちゃしっかりしてるんでね、うん、私より、私より泣いてないし、あ、アミタン泣くのしいな、はい、そういう話が一番泣きます、うん、かんほんま、そうなの、泣いて涙を取ないで、え、そうやん、泣いてるよな、よくよくやばい、なんか何かの節目節目に出たら泣いてるやん、え、アミタンを感動させて泣かせたい、なんなんそれ、嫌や、感動か、うん、手紙とか書いてどういうこと、マジでアミタンは人を癒すパワーがあるよとかですか、うん、でも頑張ってるよね見てるよって、うん、じゃあ次のあれですね、生誕祭、サクパンさんがかけたら良いな、良いな、でもさ、生誕祭って先輩めっちゃ多くない、興味、私まだですね、あ、そうね、テンナだけでした、みんなレイポンの書いたわ、一発目の生誕祭、うん、そう、なんか先輩多い気する、レイポンとリサを書いた、確か、後輩ってどうやって書くんやろ、何々ちゃんへあ、気持ち悪くなってきた、あ、15分経ったし、どっちも映ってる今気づいた、13位食べました、ありがとうございます、今日は天使の羽バッグにしました、11位くもすけさん、ありがとうございます、10位奈良の朝ポンさん、ありがとうございます、9位ペンペンさん、ありがとうございます、いつもはこうやって下ろしてるんですけど今日は天使の羽にしたよ、7位ウォーシュ54さん、ありがとうございます、6位本田さん、ありがとうございます、え、5月23やんな、はい、さん22ですよね、4位ギロンさん、ありがとうございます、同志や、連番、はい、はどうなって次アミさんですよね、ムサちゃんさん、ありがとうございます、2位ワンタンメンさん、ありがとうございます、1位トミスさん、ありがとうございます、私ヒカルさんと一緒なんで、そうそう、どん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 、そう、同期さんにどんどん、すごいな、あ、15分経った、進級できました、大学3年生、よかった安心します、公園いっぱい打ってるから、え、次第3ですか、え、そうやで、やばい、それもやばい、あと2年やで、大卒業まで、どうする、
頑張ってありがとうございます。頑張ります。では頑張りましょう。頑張ろうね。はい、コエリンがランキング読んだらランキング読めます。ごめんなさい、じゃあもう高速で読みます。それはあんまり13位ノースフライトさんありがとうございます。12位海太郎さんありがとうございます。11位ブームさんありがとうございます。10位岡ちゃんありがとうございます。9位タカさん、ね、ありがとうございます。ストレートポニーが多いです。8位キンケメロンさんありがとうございます。7位ルートさんありがとうございます。6位ケイタンさんありがとうございます。5位坂組さんありがとうございます。4位知念ありがとうございます。よろしくお願いします。3位美月ありがとうございます。2位健さんありがとうございます。ナンバーライティ公演ありがとうございます。2ヶ月ぶりありがとう。ちょっとメイクがあるので高速になってしまいましたが頑張ります。まだピンなんでね。ちょっとバイバーイ。アイドルになってしまう。バイバイじゃないわ。赤はランキング読まないと。バイバイありがとう。ランキング見ます。13位さつきさんありがとうございます。12位しんのすけさんありがとうございます。え、口にもほどけてる。ちょっと待って。12位ゴーシュさんありがとうございます。コタもうメイクですか。まだ32分なんですか。あ、行っといた方がいいんじゃ。まさき失礼します。はい。10位カメだーい。いや10位カメカメの方はカメのこたわさんありがとうございます。9位なおてさんありがとうございます。8位ジジイさんありがとうございます。7位さぎのみきさんありがとうございます。6位くくやんさんありがとうございます。5位ひよっこさんありがとうございます。4位やなぎさんありがとうございます。3位つらさんありがとうございます。2位たおさんありがとうございます。そして第1位やきとり先生。はい、なんばら頑張ります。緊張するけどやっぱりあの同期が多いのでね、同期と後輩と七期生さんっていう1個上の先輩ばかりなのでちょっと気を引き締めて頑張りたいと思います。楽しみます。ありがとうございました。バイバーイ。